セルジ・サンペル・モンターニャは、スペイン・バルセロナ出身のサッカー選手。J リーグ・ビッセル神戸所属。ポジションはミッドフィールダー。J リーグでの登録名は、セルジ・サンペール。2001年、祖父の勧めにより6歳で、FC ・バルセロナのスクールに入団すると、すぐに能力を評価されユースチームに加入した。その後、各年代でキャプテンを務め、2013年に、FC、 バルセロナ B に昇格した。2014年9月17日チャンピオンズリーグのアポルニコシア戦でトップチームデビューを果たした。2016年7月19日バルセロナと2019年までの契約を延長したことを発表した。そして2016から17シーズンよりトップチーム昇格を果たした。背番号は同じポジションでカンテラの先輩である。 セルフィオブスケツがかつて背負った16番に決定した。その後、8月26日に、グラナダ CF に、レンタル移籍が決まった。グラナダでは、リーグ戦22試合に出場したものの、最下位に沈みセグンダディビシオン降格した。翌シーズン、ラスパルマスに、レンタルされるも19位と2シーズン連続で、降格の浮き目にあっている。2019年3月4日、 バルセロナとの契約を解消し、J リーグに所属するビッセル神戸への加入を公言し、3月7日に神戸より正式に発表された。7月3日に行われた天皇杯2回戦、ギラバンツ北九州戦でプロ初ゴールを決めた。その後、クラブ初の決勝進出を決め、決勝戦は外国人枠の都合上ベンチ入りはなかったものの、見事にクラブ初のタイトルを獲得した。 2020年シーズンは開幕戦からスタメンで出場してチームの中心として支えたが外国人枠の影響により AFC チャンピオンズリーグに帯同するメンバーには選ばれなかった。年代別のスペイン代表でプレー経験がある。その他の公式戦。ありがとうございます。